ここはまだ冬、厚い雪に包まれて何もかも眠っているようです。雪解けの小川の流れも寒さに震えてひっそりと静まり返っています。この小川の中ほどに、それはそれは広い広い牧場があるのですが、まだ雪が残っていて虫一匹の影も見えません。でもこの激しい寒さにもめげずに暮らしている生き物もいます。そして冬はそう居座ってはいられません。春の風が待ちきれなくなって押し寄せてきました。春の訪れです。その腹ごしらえを。わかったわ。どうぞごゆっくり。カミキリさん、おはよう。おはよう。まあや。だけど気持ちがいいや。そう、じゃあね。みんな春が来たんで大喜びだわ。
何をするんだね君たち。僕の自慢の羽が台無しじゃないか。いや、ついうっかりどうも。気をつけてくれなくちゃ困るじゃないの。申し訳ございません。触らないで。君たちに触られるとますます羽が汚れてしまうじゃないか。どうしたの？ああ、まあいや、ちょうどいいところへ来た。この者たちを見てくれたまえ。草の根を勝手にほじくり返したり、僕の羽を泥まみれにしたりして。どうして草の根なんかを？まあいや、そんなババチベッドムシなんか放っておきたまえよ。それよりどこかへ行く途中じゃなかったのかね。ええ、そうよ、そうなの。なあ、もしかしてひょっとするとフィリップの家へ行く途中なんじゃない？あら、当たったわ。フィリップに会いに行くところなの。じゃあフィリップに会いに。フィリップはまだ起きてないので、ウィリーよりおねぼうさんだわ。起こしてあげなくちゃ。さあ急ぐんだよ。マーヤ、ちょっと待ちたまえ。トンボさん、ごめんなさい。私フィリップに早く会いたいの。また後でね。そのフィリップのことなんだがね。フィリップがどうかしたの？まさか病気にでも。いや、病気じゃない。じゃあ怪我でもしたの？怪我の一種かな。フィリップがどうして？ま、とにかくあれを見てごらんよ。フィリップどうしちゃったの？もう二度とフィリップに会えないの？大丈夫だよマヤ、心配ないよ。だってまあそう泣かないで僕の話を聞きたまえ。あれは一ヶ月前のことだったな。木枯らしの吹く寒い日だった。人間は春に新しい草がよく育つよう薪場に火をつけたんだ。その火がフィリップの家に燃え移り、そのことも知らないでフィリップは高いびきだった。大変だ、火事よ。彼女の叫び声に他の虫たちもびっくり。柱の下のシロアリ一家は慌てて飛び出し、天井の雲は一目散に逃げ、他の虫たちも命からがら逃げ出していったということだ。お話し中だけどちょっと待って、フィリップはどうなったのよ？フィリップがちっとも出てこない。まあ落ち着きたまえ、話はこれからなんだから。フィリップも煙の匂いと体中が熱くなったのに気がついて目が覚めた。それでどうしたの？早く話して。それからね。わあ、あちゃ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 、わあ、あちゃ、あちゃ。おお、みんな無事だったのか。よかった、よかった。だれ念のためシロアリ、ケムシ、クモンガと待てよ。いない、ベッドムシイカがいない。きっとまだ中にいるんだ。フィリップどこ行くんだ？どこって決まってるじゃないか。やめて、危ないわよ。ベッドムシたちを助けなきゃね。よせよ、あんな薄汚くて育児なしなんか助けることないぜ。そうよ、ベッドムシが何かあんたの役に立ったことがあったの？この家の責任者はわしだ。放っておくわけにはいかない。止まれー、コース前へ、構えに入れー。ポンプ始め。ベッドムシ君たちどこだ？ああ、助けに行くぞ今。あれ、おいった。よいしょ。
さあか。さあベッド虫くんたち早く。ほれ。ほれ。それ。それ。フィリップさんありがとう。ありがとうおじちゃん。あなた様は命の恩人です。いいんだ、わしは自分の責任を果たしただけなんだから。なんてまおやつ。うわー、いいっていいって言うのにこしょばゆい。その時のフィリップの困った格好といったら、あんな汚いベッド虫に抱きつかれたら僕なんかそっとしちまうね。どうして？どうしてって面白い話だと思わないかい？うん、ベッド虫さんどんなに嬉しかったことでしょう。だから感謝のキスを送ったのよ。ああ、フィリップにもそう言っておやりよ。そうだわ。それからフィリップはどうしたの？話の続きがあるんでしょ？うん、それがこれで終わりなんだよ。それじゃフィリップは。さあ、どこに住むところを見つけたのか。それともあれっきりフィリップは。何しろあれ以来フィリップを見た者は誰もいないのだからね。どこでどうなったのか。ひどい、ひどいわ。そんなことってある？フィリップは火の海へ飛び込んで自分の責任を果たしたのに。マーヤ。マーヤさん、マーヤさん、待ってください。マーヤさん、君たちよくもシャーシャーと出てこられるもんだね。僕たちが何をしてるか知らないくせに。お黙り、これは私たちだけの問題なんだから。さあさあ、まだやることが残ってるよ。早く行くのよ。フィリップ、どこへ行ったの？あだだ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 。おいしいもの探そう。早く早くおいでよ、マーヤ。もう私の家を壊さないでよ。僕でも身も知らないミツバチの女の子の名を当てることは難しい。ということは誰かに聞いたのね。誰？
君は今誰かの名を呼んでいたね。ええ、フィリップを。もしかしてどこにいるか知ってるんじゃないの？やっと分かってきたらしいね。嬉しい。ねえ、どこにいるの教えて。早く会いたいよ。そんなに慌てなくったってフィリップは死にゃしないよ。どんなにフィリップのこと心配したか。いいわ、自分で探すから。ごめんごめん、僕が悪かった。マーヤ、ここが僕の屋敷なんだ。さあどうぞ。でも私はフィリップに。まあとにかく入って。これは世界で最も古いと言われる切手のミニチュアだよ。テーブルの糸巻きや剣に使った針などは宮廷の王女様が使っていたもの。このスカーフは東洋のサラサ染めでほんの端切れなんだ。素敵なものばかり。今までに見たこともないわ。本当にマーシー物知りで物持ちだわ。まあそこに駆け止まえ。それともその前にフィリップに会ってみるかい。フィリップがいるの？さっきまでは眠っていたようだが。はあ、フィリップ無事だったのね。マーヤ、マーヤじゃないか。フィリップ、わあ、フィリップ生きてたのね。よかったよかった。ごめんよマーヤ、心配かけて。おいしいケーキが手に入ったんでね、一つどう？ありがとう。フィリップ、話の続きを聞かせてくれない？あ、そうだったね。それでだ、わしがここをやけどして雪の中で倒れていたところをマウシーが助けてくれたんだよ。そして寒い冬の間、わしの傷の手当てをしてくれて面倒を見てくれたんだ。おかげでこの通りもう外へ出られるんだよ。そうだったの。ありがとうマーシー、私からもお礼を言います。まったく、このお礼をどうお返ししていいか。いや、お返しなんて僕は期待してない。どうしてもというなら、君にいつまでもここにいてほしい。いつまでも、それは困ったな。この指輪を授与された時の話をしたかな。もう何度も聞いたさ。聞いてないわ。その話は後でわしから。いいや、僕の方がいいねマヤ。ええ、ロンドンのウェストミンスター教会に僕のいとこがいてね。ウェストミンスターに？その教会にいたずらネズミが入り込んで悪さをしたのを僕がやめさせたんだ。わー、すごい。それでその勇気を称えられて、僕は宮殿でこの指輪を贈られたんだ。まあ素敵、胸がワクワクしてくる話だわ。またそうだ、もっと詳しく話をしてあげるよ。ちょっと待ってて。さ、今のうちに外へ出ちまおうよ。どうして？マーシーに黙ってそんなこと。だって一日中わしに自慢話を聞かすんだよ。あれじゃ友達ができないはずだよ。あ、フィリップでも。あ、助かった。今まで逃げ出す檻がなくてね、マーヤが来てくれてよかったよ。フィリップって
散々お世話になって逃げ出すなんて。でもこれでお愛子さ。え、お愛子って？ああ、わしが火の海へ飛び込んで助け出してもベッド虫たちと来たら礼の一つ言うわけでもなくどっか行っちまったん。だからって逃げ出すなんてフィリップを見損なったわ。だけどマウシーの話ときたら大げさで調子が良すぎるんだから。あら、私とても楽しかったわ。マーヤは気がいいからな。フィリップさん。あ。ねえ、君たちか。まあまあ、すっかり横おなりで。ああ、マウシーのおかげでね。もう薬をマウシーのところへ届けなくていいんだね。え、薬？やけどに効く草の根を見つけたもんでマウシーのところへ届けてたんですよ。ちょうどよかったわね、フィリップ。さあ、これからみんなでマウシーのところに行きましょう。遊びに来ましたよ、マウシー。マウシー、さっきのお話の続きを聞かせて。はぁ、あ、じゃあ僕が嫌になって出てったんじゃなかったのかい。その実はあのフィリップは外の風に当たってみたかったのよね。そうなんだよ、うん。みんなで一緒にマーシーのお話聞いていいかしら。もちろんだとも。さあこちらへ来て。さあ皆さんこちらへ、どうぞどうぞ。さあどうぞ。さてっと、その意地悪ネズミがやってきた。その時僕は真っ暗闇にいたんだ。やつには僕が見えない。そこで僕が一気に脅かしたんだ。わおーわおー、そりゃあやつが驚いた格好ったら見られたもんじゃなかったよ。